そこで何やってる。始まる。星綺麗ですね。おい。僕は何もしてないんです。どうやって出たんだ。いや、星が綺麗だったもんで。お前、鍵は俺こっち持ってんだぞ。お前、あ、お前出ただ。勝手に後ろのところから。前世の記憶が蘇っちゃって。前世お前ネズミだったのか。はい、そうなんです。そうなのか。まあいい。お前ちょっと明日から、はい、お前には特別な場所に案内してあげるか。よかったな。あったやん。よかったな。こんな別の場所あって、こんな悪いことして、こんな特別な扱いを受けていいんですか。僕エグゼクティブホテルみたいなとこに行ける。スイート。ていうか、お前ら二人なんで起きてんの。夜だぞ。あ、やばい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 。アクセラレーター、今のは完全にアクセラレーター。あれ、監視どこ。監視はこれ。カチャンって言ったけど、あ、きっと目の前にいる。え？怖くね？監修？おはよう。おはようございます。おはようございます。はい。よし。じゃあこれから、9番の荷物チェックを行うから。じゃあその間ちょっと飯でも食べて待っててくれ。はい、よし、まずは6番から。はい。よし。リンゴか。何も持ってなかったんだけどな。じゃあ今取ってくるか、待ったろ。アイテムは、はい、取れたんですよね。取りました。取って、なんていうの、速攻だ。そう、速攻、速攻っていうんですか、はい、あそこにポンポンって投げて、もう放置しました。でもだからもう多分ね、アイテムは消えちゃってると思う。消えちゃってるんだ。まあもう読んだしね。読んだしね、うん、大丈夫でしょ。大丈夫だろう。ありがとうございました。いえいえ、疲れました。助け合いですよ。これで一つ貸しですよ。そうだね。これで何か…お待たせ。あ、じゃあ確認するぞ。はい。お前の言う通り何も持っていないようだ。ですよね。じゃあ今回は特別に。言ったじゃん。ですよ、監修。なんか文句あるか、6番。何ですか。フェイトはそっちの方が高かったみたい。何も持ってなかったんですね。何も持ってなかった。ということで、9番。お前は特にお咎めなしだ。まあ、怪しいことはするな。はい、わかりました。以後気をつけます。はい。じゃあ、ちょっとな、お前たちには待っててほしい。はい。これから、8番の、移送作業があるから。8番、鳴き声がピーなんだ。でも俺、これ日数減らされちゃうのかな、もしかして。そうじゃないですか。ね。どういう、今もうどこにいるんですか。もう今なんか、はい、あ、来た。あ、なんか変なとこに来ました。変なとこです。変なとこ行くか。変なとこ。伝わんねー。ということで8番、はい、出てこい。はい。これもしかして日数とか減らされたりするんですか。まずは荷物チェックだ。持ってるものはすべてこの黄色のシェルカーボックスの中に入れろ。いや、持ってんのはこのたくましい体しかない。ちょっともう行きます。行きましょう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 。よし、じゃあ特別だぞ。お前どこだろう。独房エリアと。さあ入れ。入れ、こっちだと。独房と。なるほど。じゃあお前にはこの1番に入ってもらう。入れ。うわ、待ってくださいよ。いいか、入れ。いいか、入れ。待って。入れ。よし、じゃあ朝食もお前にやろう。あ、飯食えるんだ。あ、リンゴ、ありがとうございます。お前はここで丸1日過ごしてもらうから。いいな。あ、実質これマイナス1ってことっすね。なるほどね。なるほど。定期的に見回りに食うか。いいな。はい、わかりました。なんかあったんですか。待って、衝撃的事実言っていい。はい。君たちさ、はい、ベッドってさ、はい、今日はお前たちの自由時間の日だ。自由だ。自由ですか。僕たちはやったぜ。もう自由なんですか。自由じゃないよ君は。はい。お、正しいぞ6番。よし、
キューバも出てこい。やった、自由ですね。これでもう晴れて。この島内だけでの話ですよね、もちろん。はい、心得ております。はい、おい、鍵を変えて。嘘よ、嘘だって。本当にもうダメだよ、おいたしちゃ。もう、 もうすいません、本当に。おいたが過ぎちゃった。うわー、すごい。なんだ、ちょ。さあ、入れ。おお、久々だぜ。さあ、今日は自由行動だ。そして、はい、まあ1名問題行動を起こしたやつが、はい、コックにいたため、コックは強制解任だ。はい、嘘だろ。職を失った。英語ランク上げたじゃないですか。英語は確かに俺はもらったかもしれんが、お前はそれ以上に約束を破っただろう。歌詞、ちなみに英語で美味しいはなんて言うんですか。美味しいはデリシャス。わかるんだ、マジか。おお、なんだ、俺の名前はなんだ。ステイサム。ステイサム。もう忘れてるのか、お前。忘れてないですよ。まあいい。え、俺分かった。自由行動だ。はい、はい、あれ。はい。名前分かっても別に何もないんだね。なんだ。え、ねえ、衝撃的事実言っていい？はい、なんでしょう。あの、君たちの部屋ってさ、ベッドさ、一つだよね。あの、ベッド一つですね。一つもないんだけど。一つってか、あの、薄いやつでしょ。薄いやつね。はい、俺ね、ダブルなんすよ、こっち。え？え？こっち横2マスあるんですよ、ベッドが。スペシャルじゃん。え、セッティングルームじゃん。すまんな、お前ら。おい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 、なんでだ。でけえ布団で寝かせてもらうわ。今、君たちはその噴水のあの自由エリアにいるんだよね。そう、噴水広場。います、います。頑張って。ちょっと俺下行ってみたいな。でもさ、ここにある苗木ってさ、ダークオークですよね。そう、てか俺たちさ、忘れてたけど、まず脱獄には、はい、木のね、装備が必要なんだ、はい、木のつるはしが。そう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 、そうですね。なんとかして、木を育てないといけない。なんとか木を育てる場所を探してくれ、お前ら。そうですね、まず土すらまだ全然。俺はとりあえずこの独房のさ、なんか下水怪しいから見てみるわ。オッケーです。やっぱね、なんかね、どっちが行きます、黒沼さん。これちょっと俺行ってみようかな。はい、じゃあ僕隠してます。なんか下水通じてるけど、はい、あ、ひび割れた、ひび割れたです。ひび割れた、ひび割れた。あ、右と奥行ける。うわ、行きますね。めっちゃ長いね。気をつけろ、来た時にはほんとやばいからな。ね、はい、もうマジで進む速度が遅すぎて。ちょっと待って、僕を残したの良くなかったんじゃないですか。僕言い訳へったくそだね。いや、お前うまい、いける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 。煽ってけ、最悪煽ってけ。ちょっと待って、複雑すぎる、下。やばい。いや、マジで複雑なんですよ。うわ、音がした。上にいる、上に監視がいる。え、これ時間足んねえぞ、これ。いや、だから本当にタイムイズマネー。タイムイズマネー。タイムイズマネー。感じ、どっかの施設に繋がってそうな感じはあるんだよな。ペイントさんはもう全部探索しきったから。うん、もうね、多分あのアイテムがないと意味がない。やっぱ木のビッケルだよな。ホッパーがあるわ、ここに。お、お、でも何も入ってない。ホッパーなし。ホッパーはあるけど何も入ってないなっていう感じで。え、おい、どうした、どうした。チェストを開ける音聞こえた。え、あー、これ以上いけないかな。え、これいけるかも。え、待って待って、あ、やばい、ガチャッと落とした、ガチャッと落とした。おっと、どど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 、歩いてるな、普通に。8番。はい、なんすか。ちゃんと反省してるか。もうすいません、生きてて。ブフォー。ブフォーじゃん、もうって言ったんだよ。ブフォーじゃねえんだよ、おい。すいません。ちなみに、はい、なんであそこにいたんだ、真ん中に。星が綺麗だったからですかね、やっぱ。ちなみに、はい、監視室前には行ったか。監視室前、肉をお渡しに行っただけ。そうですね。お前、あれだな、扉のこの十字のところで顔が全く見えない。こちらも見えないです、実は。そう、顔がもう一回しゃがんでみろ。ごめんごめんなさい、これで見えたね、これで、ごめんなさい。見えました。まあいい、反省したようだったら、はい、まあ今日一日はそこで。わかりました。ゆっくり聖書でも読んでる、お前は。
はい、ありがとうございます。いった。なんか潜るモードになるといける、はい、普通に。おう、でも行ったらね、帰れなさそう。そうなんだよね、難しいな。でも素手で壊していいので、土があるんですよね。あ、なるほど。どっかの床を掘って、その下の土だけ取って上側塞いでみたいな。はあ。で、うん、木をどっかで育てるみたいなのはいいかもしれない。でもこれブロックを積み上げる行為って、大丈夫なんですよ、やっても。あ、そうなんだ。はい、見られなければいいはず。バレたらダメって感じか、はい、バレたらダメです。ここでやれるかな、やれるかな。育てられる。この木の苗どうします、持ってきます。あー、なんか下にあってもしょうがない、自由時間がそうそうないから、僕持っときますわ。オッケーオッケー。確かにね、ダークオークの苗木って4ついりますよね。あー、ジャングルの木とかと一緒に4つ並べない。あ、4つ並べないとダメなんだ。中にありそうな感じですね。じゃあ多分これ柵は壊しちゃダメなんだよね、素手で壊しても。木の柵は大丈夫です。え、じゃあ壊せるじゃんこれ。お、壊せますよ、一つ、これ、木の柵。お、どこにあるんだろう。え、下水道にあるんですよ。壊して大丈夫ですか、トイレに。あ、いけるね。でも今夜だよ。あ、待って、カチャンコ落ちた。カチャン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 コカチャン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 コ8番。はいーカチャンコカチャンコカチャンコチャカチャカチャチョ。なんかうるさいな。すいません。夕食だ。あ、ありがとうございます。まあ、ちゃんとこのままおとなしくしてたら明日の朝には元の牢屋に戻れるから。やったー。呼吸だけしてます。はい、よし。あー、ちなみに、あ、はい、何ですか、持ち物チェックは、はい、明日の朝やるから。あ、わかりました。では、持ち物なんか何も持ってないんだよな。もしかしたら筋肉チェックされるかもしれないよ。おー、いい筋肉してんなお前っつって、うん、いい肉じゃん。いい肉してんな。お前の筋肉英語だなっつって。とりあえず柵壊してみます。じゃあ、うん、そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。9番の顔が運動場になっちゃった。どうも、運動場です。まあ、この後お前ら風呂と、今日は晩飯がある。おう、晩飯。おう、よし、じゃあ移動するぞ。まあ、このチェストの中に肉が入っていれば、はい、はいはい、飯はあるが、残念ながら作ってないようだ。あれ、あれ、英語は。俺は、まあ、コークになったやつにはここのチェストの中に余ったやつは入れとけって言ってるんだよ。まあ、残念ながら入ってないということで、はい、今回の晩ご飯なしだ。まあ、でも僕、まだ朝のリンゴが残ってるんで、ここでしばらく食事してていいですか。ああ、いいぞ。じゃあ、しばらく経ったらまた迎えに来る。はい、はい。へへ、やったな、マジで。やった、危なかった。飯、ここに俺の英語ランク残しております。お、あ、すごいあるじゃないですか。そして、クロノアさんと死神くんにご報告があります。はい、なんと木の柵の奥、はい、下水道に通じてました。え、じゃあ合流できるってこと。合流できます。今さっきキッチンにチラッと顔出しました、実は。マジで。まあ、今回ここ、ちょっと待って。オッケー、大丈夫。待って、これさ、この木の苗木、これ、あ、これ交換できると思うんだよな、僕。お前ら音、これで、これどうですか。これいけるかもしれないね。これバレないんじゃない。食事は終えたか。はい、よし、じゃあ次は風呂だ。残念だったな、コックちゃんが用意してなくて。ほんと、あいつマジで、ほんま、ほんまやで。でもいいやつなんすよ、あいつ。そうなのか。なんだこの、何そのキャラ。よし、じゃあ風呂は、まあ5分ぐらいでいいだろ。5分、はい、わかりました。じゃあゆっくり楽しんでくれ。はい、その間、私は8番のとこに行ってくるから。おー、なるほど。いってらっしゃい。じゃあ入れ。はい。誰かのスマホの音鳴らすな。なんか持ってるのかお前。いやいや、このケントの音じゃないですか今。あー、オッケーですよって今音がしましたね、うん、よっ、これペイント。あと少しの辛抱で毒棒から解放されるぞ。
そういえば次のコップは死神くんだったな。全てはお前にかかってる。ヘマするんじゃねえぞって。早速お前すごいことしてない？次回。あれ、なんか僕やっちゃいました？君の心もエターナルプリズム。